越しおめでとうございます。トロピオ大塚です。皆さんね、ドアグロデッキというと、どんなイメージを持ってるでしょうか。軽量クリーチャーで一気に攻めて、早期決着を狙って、弱点はちょっとリソースの消費が激しかったりとか、長期戦が苦手なこと、みたいなイメージになるかなと思います。ですが、今回は早期決着も狙いつつも、アドバンテージも稼ぐことができるといういいとこ取りのデッキ、アリストクラスを紹介したいと思います。さあ、まずはデッキリストを見ていきましょう。パッと見は軽量クリーチャーでまとめたラクドスアグロですが、忘れられた神々の僧侶という強力なアドバンテージ獲得源を有しています。タップとクリーチャー2体生贄で、相手は2点のライフを失い、クリーチャーを1体を生贄にし、自分は黒2マナを得てワンドローできます。災いの歌姫ジュディスはクリーチャーの死亡時にダメージを飛ばせますし、波乱の悪魔はパーマネントを生贄にすることでダメージを飛ばせます。戦闘に加えてこれらのカードも合わせてライフをゴリゴリ削っていきます。ちなみにアリストクラッチというデッキは2013年のセットギルドモン審判の発売後のスタンダードから存在するデッキです。生贄によって強化されるカルテルの騎手とファルケンラスの騎手、この2枚のキーカードの英語名を取ってアリストクラッチと名付けられました。それ以降生贄ギミックを主軸にしたデッキはアリストクラッチと呼ばれるようになりました。というわけでそれでは対戦やっていきましょう。さあ、初手はマナカーブはいいですが、赤マナがないのがちょっと惜しいですね。ここはバリガンします。お、これならキープできますね。ここはダブってるリックスマーディの陥落者を戻します。さてはゲーム始まって沼セットで道具をね出してエンドします。相手は平地から空渡りの野心家、2ターンもらってまずは道具で攻撃します。これはスルーですね。ランドセットからリックスマーディの陥落者、こちらはクリーチャー並べるデッキなので、ここはジュディスを残します。さあ、相手は軍団の区間、いい動きをしてますね。攻撃はせず終了です。このターンはジュディスを出します。2体攻撃して6点ダメージ。叩いて沼セットでオソリンか。ここは野心家を強化してきましたね。そして攻撃、ただここはブロックはしません。お互い残りライフ12。これソリンちょっと2枚目あるとは思いますが、ここは攻撃してソリン落として本体に3点。そしてこちらメインツリー、忘れられた神々の僧侶、ラウンドセットで終了です。さあ、相手はラウンドセットからの、そしてソリですよね。プラスで復活を強化してきました。で、2体でアタック。ファー僧侶は残したいのでスルー。じゃあ残りライフは5です。ここはアングラスの暴力引いてきましたが、ここはそうですね、まずはアタックでソリンを落として本体に3点。そしてメイン2に僧侶の効果を使って陥落者とドウモネを生贄にして、ジュディスが2回誘発、こちらも本体に飛ばします。で、僧侶で2点ルーズとクリーチャーを生贄、大体は進化を生贄に下げてきました。さあ、アングラスの暴力も使ってさらちにしましょう。そして浮いたマナでドウモネを回収してそのままキャスト。そして最後にランドセットで終了です。さあ、かなり優勢な盤面になりました。はい、では軍団の復活を出して軍団の上陸。さあ、ターンもらって、お、戦慄宗の解体者そのまま出します。そして解体者とドブモネでアタックします。さあ、スルーで残りライフは4。じゃあ僧侶で解体者とドブモネを生贄にして、ジュースの2点と解体者で3点。いや、勝ち、シナジーがハマった試合でしたね。では2戦目やっていきます。初手は2、3招き充実してますし、キープしますか。このターンはラウンドセットで終了。ドローは、お、解体者強い。ラウンドセット2マナでキャストしてアタックします。先行にための解体者は本当に強いですよね。そのまま育っていきましょう。相手は繁殖域からマーボークの枝取り、何
陣形はナノエル、これはボスですね。さあここは稲妻の一撃で除去して攻撃します。これで3-3、いいですね。さあドブモネを出してターンエンド。相手は沼セット。あ、これ軍団の最後、育ってたのにな。まあここはジュディスを出して3点パンチ。お、ターン返ってきました。まずはランドセットして攻撃。これライフは7。トール出して。分断の最後は手札にあっても追放されちゃうので、このデッキはきついですね。相手は枝渡り出して探検。ドイツ取りですね。さあ、墓地に送って、と、ここで投了です。さあ、というわけでアリストクラッツいかがでしたでしょうか。では改めてデッキリスト見ていきましょう。動きとしては小粒なクリーチャーを並べてアグロデッキのように攻めていくのが基本です。ジュディスは全体強化に加えてクリーチャーが死亡するたびに1点ダメージを飛ばせるので戦闘も有利に運べますし、ライフを削るスピードも速くなります。忘れられた神々の僧侶の起動コストにおすすめなのはドブモネですね。僧侶の2点ルーズと黒2マナで墓地から即回収できます。炎の地裁チャンドラも相性がいいカードです。チャンドラのトークンはターン終了時に生贄にしなくてはいけないので、ソウルの起動コストにぴったりです。また、波乱の悪魔がいれば、トークンは勝手に死んでくれるので、そのままダメージが飛んで、かなり相性がいい2枚となってます。アグロデックは小粒なクリーチャー中心なので、サイズの大きいクリーチャーを乗り越えるのが厳しいですが、ソウルによる除去やジェジスや波乱の悪魔で直接ライフを削れるので、その弱点を克服しています。ただ、追放除去である、育儀場の叫び、軍団の最後には要注意です。死亡誘発も許してくれませんし、ドブモネも回収できなくなってしまいます。このデッキはね、アグロデッキとコンボデッキの、いいとこ取りみたいな感じになってて、双方の強みを持ったいいデッキになっているので、ぜひ皆さんも組んでみてください。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。